するわ。交代するぜ。交代するわ。早くも靴がずぶ濡れだぜ。任せて。まあ、腹をくくるしかないわね。滑るわね。慎重に進まないと。空らしいまっすぐな武器だな。ええ、時坂君は
ずいぶんひねくれているみたいだけど、ね、交代するぜ。うるせえってろ。せい、慎重に進まないと。交代するぜ。強敵だ。行きます。気をつけろ。菅は空だな。いいものみたいですね。お、宝箱だ。いいものみたいね。するぜ。するぜ。
クロスドライブ。私の出番ね。行くわよ。しっやっとどめ。はい。しっはっしっやっはっはっはっやっやっはっ。交代します。
するぜ。お、宝箱だ。せい。そうな相手だな。とどめ。シュート。シュート。やっ。はい。はい。そこ。はい。はい。はい。交代します。さすがは空だな。なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。大丈夫ですか千秋先輩。今助けて。バカ、なんで来たのよ。助けるだなんて私にそんな価値ない。あんたにどれだけひどいことをしたと思って。
の影につけ込むエルダークリード。相沢さんを助けるにはあれを倒すしかないわ。上等だ、行くぞソラ。はい、待っててください、千秋先輩。Yeah!
秋先輩。なんとか勝てたか。異界化が収束していくわ。無事に戻ってこられたみたいだな。ええ、まさかこんな即席のチームで、あのクラスのグリードを倒せたなんて。先輩！目が覚めたか。かなり消耗してるみたいだが。ソーラ、ありがとう。助けてくれて。いいえ、私は何も。コア先輩たちのおかげです。よかった。本当に。ソラ、今まで本当にごめんね。情けないけど、やっぱり私もまだまだ未熟だわ。私も空みたいに強くなりたい。どこまでもまっすぐな強さ。千秋先輩、これからも一緒に切磋琢磨してくれる？部長たちもいる、あの女子空手部で。待たせたな。呼び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて遅くなっちまった。正直すっぽかされるかと思ってたが、待っててくれてよかったぜ。それで話というのは？なんだか告白でもされてしまいそうなシチュエーションだけど、明日から連休だし、デートのお誘いかしら。あ、からかうなっての。その、なんだ、要件を言う前にまずは礼を言わせてくれ。一昨日の件、もし柊がいなかったら空や相沢は助けられなかった。それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれねえ。だからありがとな。別にお礼を言われる筋合いはないわ。ネメシスの人間としてなすべきことをなしたまでよ。そうかい。まあいい、ここからが本題なんだが、ヒラギ、俺を使わねえか？どういう意味？今後も、もしこの町で異界の事件が起きるなら、俺にも手伝わせてほしいんだ。時坂くん。まあ聞けよ。異界やグリードのせいで知り合いが何人も巻き込まれてんだ。前にも言ったが、もう俺には人事じゃねえ。お前だって一人じゃ大変だろ。何度も言わせないで。
表の人間が裏の世界に首を突っ込むべきじゃない。あなたの力を借りたのは緊急度と計りにかけた上での一時的な措置でしかない。たまたまうまくいった程度でヒーロー気取りはいただけないわね。たく、手厳しいな。ヒーローだとか、そこまで調子に乗ってるつもりはねえさ。ただ、手が届くものくらいは、せめて守れるようになりたいんだ。お前とならそれができる、ような気がしてな。ヒロキ。おい。我ながら臭いとは思うが、さすがに笑いすぎだろう。ごめんなさい。気が向いたらお願いするわ。どうやら彼女も力になってくれるみたいだし。ソラ、お前。気づかれてたみたいですね。もちろん私も同じ気持ちです。先輩方にぜひともご恩をお返ししたいですし。おいおい。時坂君はともかく、よろしくお願いね、ソラちゃん。はい、アスカ先輩。な、二人で話を進めるんじゃねえっての。未来なんてさ、どこにもないその